こんばんは。先日公開した旅動画が案外好評で嬉しい元男の子の青木かのんです。で、今喜んでるじゃないですか。実はですね、私怒ってるんですよ。まずですね、何で怒ってるかというと、私がこの前ですよ、冒頭でも言った旅動画で茨城行ったんですよ。そしたらすれ違いざまの男子高校生に、あ、女性系 YouTuber だって言われたの。これあれですよ、1回目とかじゃなくて、渋谷のスクランブル交差点でも言われたことあるんですけど、まあそれはいいですよ。じゃなくてですね、未だに私は過去の過ちをですね引きずってまして、それが何かというと、こちら結構昔に公開した動画なんで、自分でも何話したのちょっと覚えてないんですけど、この動画を見てからたくさんの視聴者さんに、カノンちゃんって性転換手術をして作った女性器からうんこ出んのって言われたの。なわけないじゃんと。まずもう結論言っちゃいましたけども、うんこ出るわけないでしょ。確かにこの動画を見たら勘違いする人いっぱいいると思うんですよ。もう私が失敗したなというか、私の常識で話しちゃ、あ、ダメなんだなみたいな。だってまずありえないじゃん、股間からうんこ出るなんてありえないでしょ。まずですね、なんでこんなことになってしまったかというと、性転換の手術をした時ってもう何回も説明しちゃって本当申し訳ないんですけど、ただもうこのことを毎回言わないと延々と私は股間からうんこを出す人だと思われ続けるのも嫌なので、もう一回言いますけども、性転換手術ってさ、男性のさ、ポコチンがあったらそこをスパーンって切って、でスパーンと切った後にどうするかっていうと、女の子と同じような構造にしなきゃいけないから、穴を開けるわけですよね。穴を開けたものの、ただ普通の穴だったらすぐ閉じちゃうわけ。ピアスの穴みたいな感じになっちゃうから、だからそうしないために、私はですね、腸の一番端っこの部分、腸ですよ、だからうんちが溜まるとこですよね。私うんちとかしたことないからわかんないんですけども、でもこの腸の端っこのところを一部を切り取って、うんちパイプを私は女性器の穴に置き換えてるの。あ、もう私こんなことばっか言ってるからさ、でもそれしか説明のしようがないんですよ。ただ私も誤解されてしまうようなことを言ってしまったのは事実であって、ただですね、私も落ち度はありました。まず誤解されるようなことを言った部分っていうのが、作った女性器の穴がめちゃくちゃ腐敗臭がするっていうこと。まあそれはあれですからね、別に今もじゃなくて手術をしてから数ヶ月間だけっていう話。まあ原因はいろいろあるんですけど、腸液とかの分泌物とか、あとは傷口だからもちろん粘膜みたいな、手術の跡が安定するまでってやっぱり海みたいなのもいろいろあるじゃないですか。だからそういうのが混ざって腐敗臭みたいな、それもね、私はちょっと伝え方は間違ってたのかなと思いましたね。まずその時の動画では、最初の3ヶ月だけしか腐敗臭しませんって言ってなかったんですよ。言うの忘れちゃって。本来だったら、まあ私もそうだけども、もう元男の子のメンツを落とさないためにも3ヶ月だけめちゃくちゃ臭いんですよっていうのを言うべきでした。そういうこともあって、前ね、どこだっけな、新宿のとあるバッティングセンターでロケをしてたんですよ、私、野球企画で。そしたら、激臭 YouTuber ですかって言われたの。もうショックっていうか、もうびっくりしたよね。あ、そういう感じで私思われてんのねみたいな。他にも街中で視聴者さんに、あ、かのんさんですよねって言われる以外でよく聞くワードが、普通だったら元男の子 YouTuber の青木かのんさんですよねっていう感じで言われるわけですよ。でもそれよりも、なんかわかんないですけど、そういうワードが先行して、女性器 YouTuber ですよねとか、あとね、全然関係ないんだけど、あ、僕あなたのこと見たことありますよ、始球式冒頭した YouTuber ですよねって言われたの。もうさ、世間から見られてる私ってこんな感じなの。始球式冒頭した YouTuber って、私が東京ドームで始球式したんですよ。本当だったらこのバッターのここストライクゾーンですよね、そこにこうやって投げるつもりが、私はバッターのどこだっけな、なんかこの辺投げたんですよね。なんか、うわお前どこ投げてんだよみたいな感じですごい球場がなったんですけども、まあ、そういうところだけをつまんで私を見るのやめてください。ちょっと話戻しますけども、まあ私みたいなですね、この腸を再利用してる元男の子さんっていうのは、やっぱり最初の手術した後の数ヶ月は悲劇なんですよ。ただ、悲劇じゃないパターンもあるから、全員が全員元男の子がめちゃくちゃ臭いみたいな、なんかそういうのはやめていただきたいんで、ちゃんと臭くないパターンも説明すると、その、私は腸を再利用するタイプの手術なんですよね。で、もう一個のタイプがあって、それが男性器をこの裂けるチーズみたいな感じで、
こう裂いていくわけですよ。でその裂いた部分を体の中にこうやって埋め込むので、埋め込むことによって穴ができるんですけども、そういう方法の手術が名前が反転法って言うんですよ。で反転法の人はね、比較的その腐敗臭みたいにしないんですよね。友達の元男の子さんとかにも聞いたんですけど、特にそんなに。なので答え合わせをしちゃいますと、元男の子さんは股間からうんこ出ません。でちょっとまだ時間あるので、先日私が公開したこちらの旅動画を出した理由というか、旅動画をこれからちょっと始めていきたいなと思ったんで、それの、理由を話していって行こうかなと思うんですけども、その動画の概要欄にも書いてますが、なんだろうな、いわゆるその YouTuber のやってみた系に少し私は限界を感じたので、どういうところに限界を感じたかっていうと、どんどんさこう YouTube も見る側の人口も増えてるけど、やる側の人口も増えてるわけですよ。でやる側の人口が増えるとどういうことになるかっていうと、視聴者さんの取り合いになるわけですね。一番 YouTuber の中で人気なコンテンツってやっぱりなんかやってみた系とかバラエティとか、そういうものじゃないですか。私も YouTuber としてこう仕事やってるわけなので、やっぱりね、あんまりいいとは思わないんだけども、数字ばかりをこう見るようになっちゃうわけですよ。で数字を見るとどうなるかっていうと、時代の流れに自分もこうビジネスライクのようにこうフィットしていくわけですね。フィットするとどうなるかっていうと、もうありきたりなことしかやらなくなるの。何々をやってみたとか、もちろんそれもいいんですけども、それをやってみて、私はですね、だいたい半年目ぐらいかな、これがここ最近なんですけども、なんかちょっと私は難しいけど不向きなんだろうなと思いました。私自身が不向き、それは自虐でも何でもないんですけども、やっぱねこの動きは狙って笑いを取ると空回りするっていうか、ちょっと寒くなっちゃうんですよ。それがどんどんこの動画をやっていって、なんか果たしてこれ楽しいのかなと思っちゃったの。中にはこの優しい視聴者さんがいるから、彼女ちゃん面白いよって言ってくださってすごい嬉しいんですけども、やってる私自身がなんかだんだんと限界を感じるとともに、このまま続けていくモチベーション保つのが難しいなと思ったんですよ。もちろん数字って意識しなきゃいけないし、視聴者さんの目に見える形で再生数で出てきちゃうわけですよ。だからもうすごいプレッシャーがもうすごいの、とりあえず YouTuber さんって。だからもう必死に右へ習えみたいな感じでありきたりなことしかできなかったんですね。ただこの先もやっぱりずっと YouTuber をやっていきたいなって思ってるからこそ、長期的な目で見たら、今もういろんな人にこの今の時代に合ったさ、みんなに受けるみたいなことを無理してやったら私続かないんだろうなと思っちゃったんですよ。だったらもう時代と逆行して、多分もしかしたら今のこの時代に受けないかもしれないけども、でも私自身が本当に楽しんでる姿を見せることによって、少しでも共感してくれる人とか、そういうのが少しずつ増えていけば、これから私もこの戦国の YouTube の世界で生きていけるのかなって思ったんですよ。そういうこともあって旅企画を始めたっていう感じです。だから最初初めてなので、久しぶりに私の動画を見て、あ、でもねあれですからね、いきなり全部今までの企画をこう取っ払って、もう旅動画だけにシフトするってことはないので安心くださいっていう感じですかね。やっぱり YouTube って、見てる方々に楽しんでいただくのはもちろんなんですけども、出してる本人も楽しまないと多分続かないし、楽しくないことをやってたらどっかしらで視聴者さんに、あ、こいつ無理してやってんだろうなみたいな感じで伝わってしまうような気がしたんで、これからですね、いろいろ試行錯誤をしながらだと思うんですけども、この青木も頑張っていきたいと思いますので、ぜひ応援をよろしくお願いしますという感じですかね。もう髪の毛がボサボサで大変なことになってますけども、これから私はまたちょっと旅に行ってまいりますので、ぜひまたその時の動画も見てください。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもやってますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。